どうも、ゆまです。Hey guys, it's Yuma. Yay, galera. Yes, I'm a please turn on the subtitles so that you can understand what I'm talking about. ということで、沖縄で制作した好奇心や遊び心をいっぱい詰め込んで制作したスバル R2D2 号で日本縦断の旅をしているゆまでございます。今回は京都からお届けします。京都にある R1、R2 で有名なスバリスタさんも訪れてますんで、紹介していこうかと思います。それでは、Let's get started!はい、スバリスタさんにはこんな感じで特徴的な車両がありますんで、いろいろ話を伺っていきましょう。まずはこちらの R1 から、こちらどういった車両ですか？こちらのスーパーチャージャーの S をベースに、あのサーキット仕様ですね。あのサーキットで一応日本一を目指している途中です。なるほど、すげえ。はい、動画にも上げられてましたもんね。そうですね、まだ途中なんで、あのトラブルがいっぱいあるんですけど、はい、あのいろいろやってます。どんどん走行してデータを集めつつって感じなんですね。そうですね、あのテストして作って、テストして作って、壊れて直してとか、そんな繰り返しですね。はい、GR ヤリスとかでも、あの森蔵さんがどんどんチャレンジして壊して何回も繰り返して、それで良くなっていったみたいな話もありましたもん ね、 そんな感じですね。そうですね、だからエンジンも前も走って、エンジン壊れて乗せ替えてまた今もちょっと怪しくて、次また走ってまた壊れてみたいな繰り返しで、はい、だんだんそれで積み重ねで速くしていこうと思ってます。なるほど。エンジン的にはこれは、スーパーチャージャーの仕様なんですね。そうですね、エンジン自体はノーマルのスーパーチャージャーのエンジンです。はい、それをベースに、まあ、あのコンピューターをちょっと書き換えたり、あのブーストアップのプーリーつけたり、あとはそうですね、まあ、燃焼をいらったり、ガソリンの量を増やしたり、まあいろいろしてちょっとパワーを上げていこうかなと思ってます。仕様的には今どれくらいの馬力が出てるんですか？そうですね、一応車種台で80馬力ぐらい出てたような気がするんですけど、そこからちょっとまだエンジン壊れて今違うエンジン乗せてるんで、はいはい、正確な数値は分かんないんですけど、それぐらいかなと思ってます。サーキット仕様ということで、オイルクーラー入ってますね。オイルクーラーですね。はい、あの前まではあのあちらの車のバンパー、あのちょっとフェラーリータイプみたいなのつけてたんですけれども、ちょっとまあのレースに出るっていうことでレギュレーションとかもあって、ノーマルバンパーにあの油温が上がらないように、あのトラストのオイルクーラーをつけてます。これで油温ってどれくらいまで下がるんですか？そうですね、まあ今100度ぐらいで安定してるかなと思ってます。はい。あ、こちらにサインが入ってる。そうですね、これ結構レアな。お、はい、新井さんの、はい、あの WRC であの有名な新井さんの、はい、サインが入ってる。ちょっと STI の走行会に参加させていただいて、あのまさかのボディに書いてって言ったら、ちょっと新井さんが引いてました。一応の上にあのラッピングして乗れないようにしてます。ちゃんと守ってる。守ってます。レースでもそこだけは事故らないように気をつけてます。こちらがまあまああの一応まあフルバケットシート、ちょっとあの使い回しなんで破れてます。ブリッドのやつですね。ブリッドのやつですね。はい、でまああのシートを作って、ノーマルでポン付けしたら低いんで、シードレール加工してなるべく下げて、同じ目標ポジションにして、あの重心を下げてる感じですね。なるほど、なるほど。はい、内装も全部剥がされてますね。そうですね、調理しようってことで、はい、ロールバーも一応こうがっつり。おお、あのボディもロールバーも、そうですね、ボディカラーと同じ色で。そうですね、ワンオフのやつで。で、こちらがあのモニターの方ですよね。ね、はい、デフィーさんの管理が必要なんで、油温とか油圧、すべて、ね、あのこちらで見て、必要な情報がこっちに表示されるからですね。で、後ろの方も見ていきますか。こんな感じで、ロールバーがあるんで、ハッチバックの方から見ていきます。うおー、すげえ。タワーバーがまあリアの方に入ってて、で、さらに。ロールケージって言うんですか、ロールバー。そうですね、ロールゲージ。まあ一緒なんですけれども、ね、クロス。万用がないんで、ちょっとこちらもワンオフで、あの、ボディにがっつり寄せ続け。なるほどですね。こんな感じで、がっつりついてるんですよね。で、ちゃんとここら辺も、内装もすべて色塗られてますからね。はい、フェラーリの純正のレッドの色ですよね。はい、そうですね。で、マフラーの方も変えられてます。っていったのが、このサーキット仕様の R1 ですね。そうですね。一応あの車検を通れるようにあの2名乗車に変更して、行動もこれで走れると、はい、ガチのやつですね。
黒煙出てますね。燃料が若干濃いとかそういうことですか。そうです、ちょっともうちょっとまだいろいろ改良しないとダメですね。調整してるようです。まあ、それにしてもジェントルなすごいかっこいい音サウンド。はい、でこちらがお客さんの車両でスバリスタさんが製作した。そうですね、ちょっとあのフェラーリ風ということで、はい、R1 の全体のシルエットがそちらに似てるかということで、はい、なるほど。オリジナルバンパーとか、そうですね、オリジナルの エンブレム、はい、ちょっと僕自体があの奈良県出身なんで、あの羽馬ではなく羽鹿になってる。羽鹿、はい、こちらです。シャレが効いてておしゃれな感じ。セレブリップスポイラーです、ね、そうですね、これあれですね、リップスポイラーがついてて、そうですね、一応もうカラーを赤黒に揃えたくて、ホイールもあのヤクオクで買ったのを黒に塗り直して、あ、赤と黒で揃えてる感じなんですね。シートカバーもちょっとあのオリジナルで、あのワンオフで作ってもらって、赤黒でスティッチを入れてもらって、そうですね、この穴ボタンタイプ。なるほどなるほど、すげえゴージャスな感じですね、内装ね。ハンドルも色を揃えてる感じで、おー、すげえ。で、ダッシュボードの上には R1 がある。そうですね、でまあこのオーディオも昔のタイプをちょっとこだわりで、おー、クラシックな感じで。そうですね、あの昔、当時、もうだいぶ20年前ぐらいですかね、の、うん、真空管、なんか見ようはない。見える。やっぱ最新のと違って、おしゃれな感じが出てます。そうですね、もうね、メカメカしい感じで。街乗りが多いんで、もう店員のこれはストップ。緑が目印の店員の車庫帳ですね。フェラーリレッドに全塗装。ツヤツヤ。でこちらがリアの方で。そうですね。そう、多分マフラーこれもオートジュエル。あ、多分同じやつですね。マフラーがオートジュエル、2本出しのやつですね。これはフェラーリっぽくて2本出しでかっこいいかな。確かに確かに。2本出しなかなかないですもんね。ないですね。あ、でオートジュエルのこのマフラーもあるあるで。こっちに加工をしてちょっと強度を高めるみたいな、時々割れるとかもあるらしいので、そういった対策もされてます。フェラーリ仕様の R1 ですね。もともと R1 のスーパーチャージャーにミッションがないんで、あのやっぱりミッションの方が早いかなと思います。なるほど。みんなが欲しいですもんね、スーチャーとこのミッションの組み合わせ。そうですね、オートマの車をベースに、そうですね、R2 のミッションをつけてるんですかね、はい、なるほど。ちょっと不具合がいろいろあってスピードメーターがまだ映ってないです。やっぱそこら辺がコンピューターが難しい。そうです、コンピューターがやっぱりオートマ用が使ってるんで車速の取り方が違うんで、あー、スーパーチャージャーになってます。そうそう、 EN07 の X のモデルですね。そうです、ただまあフルノーマルですね。はい、こちら、これがみんな欲しいんです、スーチャーのグレードで。まあ、もちろん CVT の方もスポーツシフトとか楽しめる感じになってますけどね。マニュアルも面白いと。あとはまあノーマルです。あ、すごい、4本出しマフラーになってます。そうですね、これはどこのか覚えてません。分かる人いたらコメントよろしくお願いします。ネットで情報共有で。正統派の R1 の S グレードなんですかね。そうですね。で、先ほどと同じあの スーパーチャージャーのエンジンが搭載されてて、あ、これって純正オプションになるんですかね、リップスポイラー。そうですね、多分。しないですけど、もう定番の BBS。あ、せいにやってる。あ、レッドキャリパーですね、赤キャリパー。はい、ペイント済みです。こういったところが赤になるだけで結構雰囲気が変わりますもんね。うわあ。そう、シートが変わるだけでやっぱ快適性が上がるんですよね。まあ、もちろんこのアルカンタラ仕様のシートもかっこいいですけど。もともとこのモモはオーナーさんがあの若い時代に持ってられたのを、うんうん、あのまだ使ってるみたいな感じで。おー、すげえ。まだツヤツヤなんですけど。あ、アバルトのロゴがついてる。アバルトも乗られてたんで。あ、なるほど。多分引き継いだ。思い出とともに。そういった仕様の R1。おー、こっちも、こっちもマフラーが違う。
センターの2本出し。どんなレイアウトになってるんだよ。あ、太鼓が分かれた形の2本出しと同じような太鼓で最後に真ん中に来てると。現物をこのパターンで見たのは初めてです。かっこいい。こちらもあれですね、あのサーキット用に作った、あのもともとこれは R2 の R グレード、R グレード、はい、NA の5速ミッション車をベースに、もともとそれでレースで出たんですけれども、最終的にスーパーチャージャーにした方が早いかなっていうことで、もうパワーが欲しいな。エンジンは使いました、はい、R2 のミッションでスーパーチャージャー、この仕様もみんな欲しいなっていつも考えてるんですよね。ちょっと放置なんで蜘蛛の巣張ってます、このカラーリング動画で見たことある、はい、おうちのスタッフがカッティングと自分で塗ってます。あ、タイヤも難関の。そうですね、これはちょっとあの13インチを入れてて。あ、13なんですね。ムッチムチ。13と14インチがどっちが速いかをいつもあの検討したりしてます。いろいろテストされてる。そうですね、ちょっと中はまだあのレース仕様ということで結構ぐちゃぐちゃです。ほぼどんがらですね。レカロのセミバケが入ってて、でこう小径のステアリングももでミッションなんで、うわー、ほう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 。まあなんか合成出すためにスポットマシとかこの車はしてたと思う。あ、そうなんですね、はい、R2 でスポットマシ初めて聞いた。すげえ、全部そんなんしてたと思う。おー、あ、こういった部分がいろいろ。そうですね、まあ、ドンガラです。ぶっちゃけ中のモーターも全部取ってるんで、ドアがめ、はい、あのめちゃめちゃ辛いです。パンウィンドモーターも全部取ってます。あ、すげえ、ペラペラ。ドンガラです。ガラスをはめ込む、はめ殺して、全部かなり軽いですね。自分の R2 はあのデッドニングやってるんで、さらにこの違いが分かるのいつも締めてる感覚と。もう全部配線もエアコンも全部ないです。あ、そっか、車高調とかもあの減衰力調整というパターンです。そうですね、シュピーゲルさんの。あ、シュピーゲルさん、はい、結構レースでは使ってる方多いんで、こういった車両もスバリスタさんにはあります。走行会とかもされてるみたいですね。まさかの初のスバリスタさんのサーキット仕様の R1 に乗せていただいてます。乗せてもらってます。ポジションが低いからやっぱ低い感じが出てるんですけど、自然とこっちにシフトを手を、はい、手左手は添えると乗せるだけみたいな。あ、そうか、スポーツシフトだからプラスマイナスとかもできる。そうですね、横にやったらできますね。あ、すげえ、この手の位置だったら結構操ってる感ありますね。おお、レスポンスがいい。しかも今まだ2000回転ぐらいなのにすごいトルクが一気に来る。全開したら結構速いです。やっぱりサーキット仕様なんで。うわー、体が後ろに押し付けられ、シートに押し付けられます。はい、すごい、はい、撮ってもらったら結構加速します。今ハーフスロットルぐらいで結構このトルク感があったんですけど、フルにしたらさらにもうパワーが、誰かにこの歩こうとしてるのを後ろにボーンって突き飛ばされたような感覚です。ルーフになんか反射して自分の顔が映るっていう体験初めてです。そうですね、あの内装まで全塗装してます。いい感じですね。松田さんに R2D2 号試乗してもらってます。なんかいい感じですね。なんか、FF 車を持ってたんですけど、四駆って結構もなんか重たいもんやと思ってたんですけど、結構軽快に走りますね。そうですね、ちょっとだけ踏みますと。あ、そうですね、結構思ったよりトルクがあって、足回りも適度に、あのあれですね、店員のエステクでしたっけ、ね、そうですね、それと、オイルを硬いやつに変えて、あ、乗り心地も結構よく、
結構走りますね。ね、まあいろんなね、そうそうそう、あの空力チューンもありの、あの、ね、ミニコンも付きの、そうですね。そのエアクリーナーもね、だいぶ改造されてるんで、そうですね。このイメージではもっと、あの、もうちょっと力がないんかなと思ったら、もっさり感みたいな。結構走りますね。そうですね。まあやっぱりあの、メンテされてるのがやっぱり大きいかなと。ああ、なるほど。いやもう結構ね、距離走るのに結構気持ちよく入りますね。そうですね。なんかステアリング応答性とかそういった部分とかはどうですか？そうですね、まあ、でもサーキット走らない限りはそこまで分かりづらいでもあると思うんですけど、まあけどショックがあのもっとバネだけで結構跳ねてるんかなと思ったら、うん、ショックがしっかりしてますね。あー、ほんほん。ちょっとこれでもサーキットに作ったら面白いかもしれないですね。そうだよ。あとはまあ4駆なんで改造して頑張って FR を作ったりも面白いかもしれないです。そのパターンもありますね。なんかそういうキットを出してる。そうです、あの知り合いがあのチキン三浦さんっていう人が静岡に行ってまして。ああ、静岡なんですね。そうな、今回総公開も来ていただいて、はい、うちの動画でひたすらのドリフトをしてるんで、はい、あのうちの YouTube もあるんで見ていただけたら、そこに、あ、載せてるの見ました。Twitter、はい、とかも X もあのフォローしてて、ね、面白いなと思って、あのわざわざ来てくれはりましたんで、奈良まで走りに。すげえ、なかなか愉快な方で。すごい車好きで、やっぱそういったなんか周りがやらないようなことにチャレンジしてると面白いですね。面白いですね。そうですね。すごいですね。結構しっかりしてますね。ああ、嬉しいです。やった。全然距離走ってると思い感じで、ボディもしっかりしてるし、デッドニングしてるからですかね。静かですね。ああ、そうですね。その余計なガチャガチャ音がないというか。結構あと風切り音とかもだいぶ軽減されました、いろいろ触ってたら。そうですか。はい、というわけで今回は京都にあるスバリスタさんにお邪魔させていただきました。でスバリスタさん自身も YouTube チャンネルやってますんで、まあ、まだ見たことないっていう方はぜひチェックしてみてください。まさかの R1 でサーキット走行とかしてるんですよ。すごくないですか。そういったのもあるんでチェックしてみてくださいね。で今回、まさかの動画を撮らさせていただくっていうだけじゃなくて、ピラーバー取り付けしてもらったりとか、クラッチの遊びが多かったんでそれを調整してもらったり、ブレーキオイル追加しても補充してもらったり、そういったのもやっていただきました。ありがとうございます。いやー、至れり尽くせりで、こんな感じであの旅の中でいろんな方によくしてもらってすごい嬉しい限りです。まあこんな感じでまた旅の続きがありますんで、そちらの方もチェックしていただけると嬉しいです。でスバリスタさんはあの YouTube チャンネルとインスタの方もやってますんで、そちら概要欄に載っけておくんでチェックしてみてください。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回、 Until next time、 バイバイ。